クワーキニ病院は、アメリカ合衆国ハワイ州ホノルル市にある私立総合病院である。ハイメソジストエピスコパルチャーチ第17回、年会講義時録からの転載。元川玄之介氏は、1864年6月間に、日本国茨城県、筑肥郡小田村市に誕生した。市は小学校を卒業した後、水戸市のノーマルスクールに進んだ。4年間の学業の後、 法律校で教える免状を与えられた。真の教育は宗教に固く立つ土台がなければならぬと、信じるに至って間もなく、死は、キリスト教について学び始め、水戸市内のプレスピテリアン教会においてバプテスマ含む、受けられた。1888年、23歳の死はついに、教育を断念し、イエス・キリストの福音を呼べ伝える決心をされた。そして上京して、 プレスピテリアンの神学校である明治学院に入学した。1892年27歳にして死は暗衆を受け、東北地方の米沢市のプレスピテリアン教会の牧師となった。またその頃、竹中百合子城と結婚され、後に秋田市に移住された。1897年33歳の時、死はプレスピテリアンミッションボードにより、 朝鮮に派遣され同地で2年間働かれた。1899時、市はサンオーンシスコに渡米され、日本人間で働かれ、2年後に帰日された。東京で、市は、訪日中の MC ハリスと出会い、ハワイでメソジスト教会の働きをするよう説得された。ハリス市は1901年6月、市をホノルールに伴い木畑市の公認として、 リバーストリート協会の牧師となられた。市がホノルルに来られた当時、同協会は、その街道のあった地区が、ペストの理由で焼却されたため、ククイストリートの川崎ホテル内の小さい家屋で、集会を行っていた。市は、直ちに新街道建築費虚金計、眉を立てられた。努力の結果、現在のリバーストリート教会が、剣道され、復活祭りに剣動された。 1905年11月、三浦隆三郎氏が日本からリバーストリート協会に招き調され、本川氏はサウスキング協会に移られた。サウスキング協会は死を迎えて成長し始め、会員数は急速に増大した。現在のサウスキング協会は死のたゆまぬロークによって混流され、1913年2月に建道された。本川氏は 教会の号に励む傍ら、地域社会の全体的福祉と発展のために働くことも忘れたことはなかった。市は数々の重要な地位を占め、1908年から没年に至るまでジャパンエイドソサエティの会長を務められた。その教会が多年にわたり支えてきた病院の建物が患者を受け入れるに全く耐えられないものとなっていたため、 病院新築のための虚金委員会が設立され、市が委員長に押された。市として、市の努力で、ハワイテリトリー全域の多くの入り、特に、日本人から、多額の性付けがなされた。1917年8月、委員会は虚金のため市を日本に派遣した。天皇自ら5000円を貸しされ、トール金総額は5万円に使いした。九百十八年四月初日、 人に着く寸前、死は突然脳卒中で倒れ以後、回復されることはなかった。がまもなく立派な新病院がクワキにストロートとに建築され、それは死が、後代のためになされた働きの永遠の記念碑として今も立っている。病床にあること2年、1921年4月22日午前6時、死は賞を受けるべく、召されました。死は、たまれ永遠に埋葬されました。 広田善郎、ありがとうございます。